トマソ・ホイットニーはアメリカ合衆国のプロレスラー。マサチューセッツ州ボストン出身。後にトマソ・チャンパのリングネームで WWE の参加団体である NXT に所属。キラー・コワルスキーに指示し2005年にプロレスラーデビューを果たす。インディー団体を転戦しながら WWE 入団を目指し、同年にモハメド・ハッサンの弁護士役として WWE スマックダウンに出演。2006年8月には WWE のダークマッチに出場し、コフィ・キングストンと組んで、ケイドマードックと対戦。2007年に WWE と契約。当時、参加団体であったオビューに送られ、ドクター・トーマスのリングネームで活動。後にマスクマンのプロディジーにギミックチェンジするが、ほどなく WWE から解雇される。 2011年からローに参戦。2013年にはロー世界 TBO 王座を獲得。2015年にロー対談後、WWE のトライアウトを受け、NXT に数回参戦。2016年4月に WWE と再契約を果たし NXT 所属となる。2016年、WWE 主催の CWC に出場。1回戦に、 ジョニー・ガルガノと対戦して敗退。11月19日、テイクオーバートロントにて、ジョニー・ガルガノとのタッグチームである、DIY で、NXT タッグ王座を保持する、ザ・リバイバルに3本勝負で挑戦。1本目を選手されるが、2本目を合体にである、シャークイン・ザ・ウォーターを決めて5分となり、最後はリバイバルが、DIY の技を真似ようとしたところに誤爆を、誘発すると逆に、 リバイバルのフィニッシャーである、シャッターマシーンから自身はドーソンにアームバー、ガルガノはワイルダーにガルガノエスケープを極めると、ギブアップを奪い勝利。ベルトをダッシュした。2018年7月18日、NXT の収録において NXT、王座選手権試合で王者のアリスター・ブラックと対戦。試合中にガルガノの乱入で二人とも攻撃を受けるが、先に回復。 ブラックにエンジェル・ウィングスを、ミマイ NXT 王座をダッシュした。プロジェクトチャンパシシリアン・ストレッチ・フジワラ・アーム・バーロー、世界 TV 王座。ありがとうございます。